さて今回もマシン機続きやっていきます。さあ前回ね、全方面のシェラを増やしましたね。車は 4,5 台増やして、ちょっと加速化のね激しい地方の方に、これ1車両だったんですけど2車両追加して、もう全然ね人はね溜まってないんですけど運んでいると手紙がないからね、ここ1箇所しかないから回すこともできないし、こんな感じかな。100人のキャパの中でせいぜい 2,30 人といった感じで、こう4人しか乗ってないしね。まあただね可能な限り運ぶんで成長早いんじゃないかな。他の町を入れていきたいけど、どっか今回はね拡張しようかなと。まあ前回もここね札幌拾いに行ったりもしたんで、こう札幌手紙だけ取りに行ってるから人がねちょっと余ってますけど、ちょっと出すか。こっちまだねちょっと線路貧弱なんで、渋滞とか起きる可能性があるか。もうここまでもう一個置けるかな。あ、いけるか。もう無理だよね。ですよね。はい。で、ここ最終予定なんで、柏から全部巡りましょうか。いけるとこ。詰まってるね。行って。上行って、これぐわーって回ってきて札幌行って、姫路でゴールと。あ、ここはね、家一軒しかないので、ここでいいね。どこ広げようかな。北、これどう？北 8129131 車両か。よし、コピーして持ってこう。まあ、こういうところはね、1車両で行くように設定してあると思うので、1車両でいいかな。もう1車両行くか。どうしよう。人はどう？人いるね。手紙もだってこいつ運ぶんでしょ。あれちょっと入れてないな。よし、いいや。で、多分信号がね弱いと思うんで、あ、置いてない置いてない。事故る事故る、どっかでこれここ置いてあるか。あ、これ置いてないね。やべやべ、事故るよこれ。どっかで早く置かないと。ここはいいよね。これ出口？出口か。これで安全かな。駅にさえ置いてなかったから危なかったですね。出して放置したらね、いつか事故って、ね、ここからね、車両が切るところでしたね。結構石炭とかあるな。レジスターバクってんじゃん。交差点でもあんのかな。あ、ここ大きいね。いいね。駅を切るようにして、ここ長いな。自動を使えばよかったって思いつつね、ここまでやっちゃったんで城でやるっていうね。よし、大丈夫かな。来た？あ、来たね来たね。まあ、とりあえず2車両でね頑張ってもらいましょう。手紙だけ持ってってもいいかもね。合計14でしょ。これ手紙置くとね、また拡張がいるからな。いいや。どこ広げよう。あ、こことかいいんじゃない。あ、手紙全部あるよ、ここ。この3つの町で手紙回すか。っていうか、工場すごいな。工場に包囲されてるよ、町が。鉄と石炭持ってくかな。石炭、鉄もあるね。ルート乗せれるな。
ルートにするとしたらここかな。町といい感じに入るから、別ルートでちょっととりあえず町だけ雲。もそうだね、この辺で分けるか。試行して大キスとビストロー、これは外回りかな、置けなくないこれこれでいいか。じゃあ待機所も何も置けないかもしれないけど、ここまでで入れて、一応工場入れれるような感じで入れていくか。これいいや。うん、どの工場使おうね。3つもあるからな。信号のせいか。これいいや。はい、オーケー。事故防止ね、これだけあればとりあえず事故は起きないので、あとここに入り口に1個置けば邪魔にもならないと。ここで分けて入って出て、ここで行っちゃうからすぐ一周させようか。無駄にね行っても邪魔なだけだと思うし。駅分けよっかな。駅というか道ね。2番線に入れるか。で、まあ、今後でも増やすからな。とりあえずこれでいいや。北上してここでいいや。まっすぐ入れて、よし、オッケー。さあ出しましょう、これね。とりあえず GS2 使って、何個なんだろうね。10個でまだ入ったからこんくらいかな。はみ出るかだいぶはみ出るんじゃないか。まあ、心配ありますけど、行ってみます。基本でも 3つしか行かないから設定はいじりやすいので、あんまりにでも出るようであれば、まあ、こっちはいいので、ここねはみ出ても問題ないようにそれ用の駅を作ろう。まあ、作っとくか。こっから入るから2というかね、もういっぱい作っといて、そういう風に設定もしてあるし、ここ?これ入れちゃうか。まあ、最悪ね。ね、その道。そうなんの?あー、ここで負けちゃうのかな。負けちゃうか。待ちましょう。あ、これか。どうかな長そうだな長そうだぞこれは。よし、
まずはこうだね。この状況だとここまっすぐ入れちゃってるからね、これを広げ直してできんのかな。ここにも行かないか。元の方につかんね。こうか。ここはもう無理か。ちょっとクイってね、曲がる場所があればいいんだけど。ずっと回るね。こう置かないと危な。こうでいいか。とずらしてこんな感じかな。どこ行ったあいつ。あ、いるいる。よし、では長さチェックしましょう。84、12個ついていると。あら、まあ大丈夫だね。許容範囲内じゃない。こう置いときます。ここで収まりがつくところに置いといて、ここまで行けますよと。これもこんくらいか、間隔空けてと。これベースね。ここね、うん、同じ場所じゃなくてよかったですね。せっかくこう広げたので入れとくか。こっち流れてもいいにしたいな。こうまっすぐ行くか、こうやってこうつなげちゃいます。よし、これで、変えることもできると。次工場行きますか。工場だと次このね、鉄筋運ぶんで、これか、製材所はここね、工具工場。なるほど、近くにあるね。一応取っときたいね。ここで回すか。めちゃくちゃ簡単じゃない、そしたら。あ、こっちか。あ、でもより回しやすくなったね。入れ方よね、次ね。ここでぶち回りでいいから、作って、最短がこれか。絞りすぎた。こんくらいかな。どっかで入ってくると。これだと向きね、こっち向きがいいな。あんまりやってないけど、基本半時計回りで組んじゃってるんですけど、ここだけその流れにしようかな。とした場合、この山削りますけど、これもちょっと削るか。ここからまっすぐ入っていくと。出ましたね。これが理想か。ってなると、まあここから
ね、行ってぐるって回って、おい、まず鉄鉱石で、石炭に関してはちょっと離れてはいるけど、上に3つあるな。これ持ってくか。組み込みやすいな、右の方だけど。いや、上のやつ1個持ってこ。ここでいいや。そのままね、まっすぐ行って、山に沿うようにちょっと広げて、こうかな。ちょっと邪魔かな。これでいいか。行ってここにどんどん入っていくと。鉄鉱石は縦向きがいいかな。間違いここでこう合流が理想だね。あ、いいじゃんいいじゃん、これいいじゃん。あ、いいねいいね。もう一瞬で解決よ。このルート行くくらいか。入ってこれ届けるんだよね。届けた後でこうですよ。これはどうなるんだ。こう行って入って、まあ大丈夫か。しっかりつけて、うん、大丈夫だね。スピードも欲しい。ちょっと線路も増やすかな。そうなってくると GS2 使いまくりましょう。スピードもあってね、運ぶ量も多いから。あ、コインないわ。え、待って、大丈夫なら、あ、全然ない、全然ない。ちょっと使いすぎたな。62、60。石炭コイン稼がないと。まずじゃあ、通常コインで一番運べるやつ出す。一番じゃなくていいけど、とりあえず速度出るやつ、これにするか。石炭持ってけるだけ。これまた別に使おう。こっからここ GO。 ちょっといろんなね、石炭コインで走るやつ使いすぎたか。だいぶなくなってるな。ちょっとこっちの方で作りましょう。石炭ある？170個あるか。車かな。え、これってさ、ずっとここから運んでるんでしょ、繰り返し石炭を。だね、よし。じゃあ6台くらい追加するか。どれか分かんない。これね、ちょっとタイプ違いあるんだ。やっぱ多い方がいいね。それの動力は、あ、普通のそのコインだね。オッケー、緑のコインね。今コインとしてはね、まあ、緑色の運搬コインが、20万、22万5000で、木の板のコインが1000。まあこれは動力には使わないと。
で、動力に使う石炭のコインが30枚しかないと。まずいぞ。非常にまずいよ、俺は。どんどんどんそう。5ぐらいいけんじゃない、これくらい。で、ここの石炭を上げてあるか。もう無理だよね。あ、よかったよかった。上がる上がる。ってことはまだいけんじゃないか。よしよし。頼むぞみんな。あー、コインがなくなる。10。なんとかね、自転車速度ですよ。うるさ。列車なくね、ここ。ちょっとなんとか列車の方でも持つかな。列車というか下すぎんな。はい、あと1個だっけ。こっからここスタート。車がめちゃくちゃ向かうので、そこでどうにかしていけるか。160あるからまだ出そう。あと2台。別からもこの車だけでやろうかな。どっか石炭ない。まあ木を燃やしたりしてね、作り出せるけども、あんまないのか。あ、めなくなる。止まる、列車が止まる。1、1、2。あ、なくなった、なくなった。止まりますよ。費用がなくなって、ちょっとこれ動力切れです。事故はないけど、ちょっとこれだとね、改善しないといけない。石炭コインがなくなったので、石炭コイン使わずに何かで出さないと。ここは大丈夫か。割と使いまくったか。結構ね、まあ、ハードモードってのあるんですけど、全然いけてたんでね、あんまり気にせずにやっちゃったな。ノーマルだと、ちょっと動くのかな。なんか、その辺があるんですよね。ハードモードはなかった瞬間に動力が止まるみたいな感じなんですが、だいぶ止まっちゃうね。まあ、今ね、すぐに補給しないといけなくて、今探してるんですけど、すぐ行けそうな列車のルートね。ここ石炭があるよね。近くに工場ないかな。できたら既存のルートに乗せないやつがいいか。止まっちゃってるから、多分他の列車も巻き添えになって止まってしまうので、今多分動いたり動かなかったりするから、ここいいんじゃない、ここ。じゃあ次回石炭を求めてやります。